悲鳴ウツギは、アジサイカウツギ属の落葉低木。樹高は1.5メートルになり、株立ちし、よく分子する。樹皮は、肺褐色で、古くなると縦に裂け、短冊状になって剥がれ落ちる。新しい枝はやや褐色を帯びた緑色で、毛はない。葉は耐性し、葉心は、長さ4から8.5センチメートル、幅1.5から3センチメートルで、長ょうだ炎上非神経。 または狂乱形になる。葉の先端は長く尖り、基部は広いくさび型。または円形。円は細巨子になり、表面は正常毛が治るしてザラつき。裏面は単緑色になり、正常毛はない。傭兵は長さ3から7ミリメートルになり、毛はない。牡蠣は5から6月。枝先に狭い円水果汁を出し、やや下向きに白色の多数の花をつける。 花柄細く、長さは2から6ミリメートルになり、毛はない。額刀は直径約2ミリメートルになる半球型で、正常毛が治療する。花弁は5個あり、長さ0.7から1センチメートルになる高刀、皮身型で、毛はない。雄髄は10個あり、花糸は長さが不揃いで、長いものは7から9ミリメートル、短いものは4ミリメートルになり、 花糸は両側に浴場に広がり、翼の先端は広がって尖る。花中は3から4個あり、長さ7から9ミリメートルになり、理性する。果実は、果てで直径3から4ミリメートルになるワン型になり、10月に熟す。種子は、褐色で、長さ0.8ミリメートルになる、強調楕円形。片側に、膜状の翼がある。日本固有種。 本州の関東地方異性、四国及び九州に分布し、温帯から団体にかけた菓しの頑丈の日当たりの良い場所などに生育する。石灰岩や蛇紋岩地にも生育する。庭木、鉢植え、火材として利用される。ありがとうございます。